難しいように見える宅配手続き。でも今から説明するステップ通りにやれば簡単に日本に荷物を送れます。ステップ1、箱と書類のお届け。指定の時間帯にスタッフが段ボール、ガムテープと必要書類をご自宅まで届けに行きます。スーツケースのみ送る人には書類だけ。ステップ2、集荷前の準備。まずは日本に送る荷物を用意してみましょう。残念ながら日本に送れないものもあるので要注意。誤って入れがちなマニキュア、香水やスプレー類、法令により荷物に入れられません。スマホや携帯式の充電器も入れないでください。洗濯洗剤などは日本に持ち帰らずオーストラリアで処分しましょう。お土産に良さそうな動物の毛皮やビーチで拾った貝殻は輸入禁止品なので絶対に荷物に入れないでください。ビーフジャーキーは実は日本に持ち込むことができないので注意。アグとコンバースのスニーカーは商標権の関係上日本に持ち込めません。シャンプー、石鹸を含めた化粧品、医薬部外品を入れるときは24点以内に収めてください。お薬、コンタクトレンズ、プロテイン類は宅配荷物に入れないようにお願いします。箱やスーツケースに入れるものが決まったら次は書類の準備。これから説明する4種類の書類すべてを集荷前に必ず用意してください。まずはビザのコピー、学生、ワーホリ関わらず全員用意してください。この書類はオーストラリア移民局からメールで送られてきているはずです。メールボックスに見つからなかったらエージェントがビザを管理している場合もあるので連絡を取り送ってもらいましょう。 Granted と記載されているビザを用意してください。2、梱包明細書。同封されている黄色い紙に記載されている書き方に従って記入してください。3、日本向け宅配便サービス受託確認同意書。四角いボックスに分かりやすくチェックマークをつけてください。最後に4、航空運送場。詳しい書き方はこの黄色い紙に記されているので指示通りきれいに分かりやすく書いてください。集荷前までにビザはコピーかデータ版を用意。梱包明細書、同意書と航空運送場は漏れなく記入した状態にしておいてください。ステップ3、お荷物の集荷。3ステップ、荷物確認、書類確認、支払いの順番に行います。まず宅配荷物の確認。2、必要書類の確認。集荷前に用意していただいた4種類の書類、1、ビザのコピーかデータ版、2、梱包明細書、3、同意書、4、航空運送場をスタッフが確認します。あとパスポートも手元に用意しておいてください。不備がないようにしっかり書いておいてくれるとすぐに集荷が終わります。3、お支払い。オーストラリア国内で支払いをするならクレジットカード払いか現金払いのどちらか。日本でも支払いできますが着払いの現金払いのみになります。ちなみに日本のクレジットカードでカード払いをするとカード手数料が発生します。日本に帰国、その前にやってほしいことがあります。やってほしいことはたった一つだけ。別荘品申告書を2枚分まるでコピーしたかのように書いてください。特にこの拡大してある別荘品の部分は大事です。はいにチェックマークを。右隣の括弧にはキューブに依頼した荷物の個数を記入してください。ステップ5、空港でやってほしいこと。日本の空港に着いたらこれから説明する流れ通りに行動すれば安心。飛行機を降りたらまず到着に向かって進んでください。次に入国審査、とっても重要なことがあるのでよく聞いてください。パスポートに帰国印を必ず押してもらってください。自動化ゲートを通る際はゲート通過後必ず入国管理局職員にお願いして帰国印を押してもらってください。スーツケースなどの荷物を回収したら最後にとても重要な税関手続き、
これもしっかり聞いてください。税関で別装品申告書を2枚必ず提出してください。すると職員が税関員を押して1枚だけ返却してくれるので必ず受け取るように。最後のステップ、お家に着いたらやってほしいこと。今から説明する3種類の書類を用意してください。1、税関で返却してもらった税関印付きの別装品申告書の原本。2、パスポートのコピー3種類、顔写真のページ、出国印のあるページ、帰国印のあるページ、カラーでも白黒コピーでもどちらでもいいです。3、ビザのコピー。集荷前に用意してくれたグランテッドと記載されているビザのコピーを用意してください。用意した3種類の書類を所定の封筒に入れて封をしっかりしてください。この白い返信用封筒はオレンジの封筒に同封されています。裏面を確認、名前、日本の住所、航空運送上ナンバーを記入してください。航空運送上ナンバーは控えに書いてあるので確認してください。切手はいりません。そして3種類の書類が入った白い封筒をポストに投函。成田の事務所に白い封筒が届き次第、カンタス航空もしくは日本航空でオーストラリアから成田へ空輸、その後佐川急便でお家まで配送します。およそ 2,3 週間で荷物が到着します。州と地域によって配送期間は左右されるので2週間はかかると思っておいてください。わからないことがあれば気軽に電話して聞いてください。